先週の土曜日、大船渡市の沖合地区で音楽ライブと花火大会を合わせたイベント、沖合サマーが開かれました。地元を盛り上げたいとこのイベントを企画した一人の男性を取材しました。伊坂記者のリポートです。今月11日、大船渡市沖来の浦浜海岸、1000発の花火が夜空を照らしました。月命日に合わせて打ち上げられた追悼の花火を見つめるのは、沖来サマーの発起人、中野圭さんです。せーの、沖来サマー前日の金曜日、実行委員会のスタッフが会場の設営に追われていました。テントさ、先に屋根かけた方がいいって。蛍光灯つけたから雨降んねえし。実行委員長の中野さんは、地元でホタテ養殖を営む傍ら、 NPO 団体の理事を務めています。中学卒業とともに地元を離れ、大学進学で東京へ。一旦は東京で就職しました。早く出たい、外に出て何かやりたいっていう方がもうずっと強かったので、もうあんまり帰ってこようっては思ってなかったですね、出た時は。はい。しかし震災を機に U ターンを決意。自分が故郷に与えてもらった思い出を次の世代にも伝えたいと花火大会を企画しました。すごく楽しい思い出とか、なんかいい思い出がやっぱ出てくると、そういう思いさせてもらった地元のためになんかこうしなきゃいけないなっていう。はい。中野さんの発案に同級生たちが賛同しました。インターネット上で運営資金の寄付を募りながら、震災の年から毎年仮設商店街や小学校の跡地などを会場に、沖来サマーを続けてきました。今年は防波堤の工事が終わった浦浜海岸で待望の開催です。沖来も海の町なんで、海でやっぱできればいいなっていうのはあったんで、なんとは今年、はい、できそうでよかったですね。迎えた当日、快晴に恵まれ、日中から多くの人が訪れました。海を目の前に見渡せる会場には飲食店のブースが並び、来場者は食べ物をつまみながら音楽に耳を傾けます。楽しいですねこの中で店もいっぱいで、楽しく盛り上がっていいなと思います。はい、チーズ。もう一度。あ、いいね、いいね、最高。沖来の海を楽しんでもらおうと、シュノーケリングの体験会も。今日はどちらからいらっしゃったんですか？今日は盛岡から来ました。すごいいいところだと思うから、もうちょっと、はい、みんなに来てほしい震災後は初めて来ました。これからこうやって、砂浜で子どもたち遊ばせる機会が増えればいいなって思いますね。運営スタッフを仕切る中野さん、充実した表情で会場を眺めます本当晴れでよかったなっていうのと、あと結構ね、なんかお客さんも来てくれたし、こっちの海の方でもこうやって入ってる人たち結構いるんで、なんか盛り上がりがやく出てきたなみたいな感じでよかったです。はい。やっぱ外側からそのいろんな支援をしたりとかっていうような形の復興は、とりあえず一旦今こうフェードアウトしてて、中にいる人が、で特に若い人がいろんなことを協力してやっていこうっていう姿勢が次の復興の段階なんだなっていうのを
感じてます。夕方6時、花火の打ち上げ時間が近づいて、さらに人が増えてきました。そしていよいよ、お嫌いサマーはクライマックスを迎えます。2011年のことはもちろん忘れず、でも花火が上がるときは皆さんで上を向いて、そして未来に進んでいきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。5、4、3、2、1、0。お嫌いの夜空を彩る1000発の花火。震災から7年5ヶ月を経て、ようやく海岸から望めるようになった景色です。鎮魂と復興への祈りを込め、人々は空を見上げます。お嫌いが熱く燃えた一日、地元の若者たちが前へと踏み出す姿は多くの人に勇気を与えています。どうでした、イベント？よかったです。最高です。すごく元気が出るし、自分もなんだろう、参加し、自分もこうやる側に回りたいって思います。いやそうですね、まあ、悲しいし、なんか夢に出てくる時とかも震災の前の状態とかで出てきたりするんですけど、震災前より良くなる街に私たちがしていけたらいいなと思います。自分よりも若い人たちが、で俺はこうやりたいって言ってやっていく姿っていうのをどんどん、サポートしていけたらというか、自分ももう8回実行委員長8回もやってるんでいつまでやるんだっていうのもありますし、うん、やりたいっていう人が出てきたら、それをもう応援していく方にも回っていってもいいのかなっていう、まあ押し付けるわけではないですけど、はい、そういうふうに思いますね、はい。音楽と花火が彩るお嫌いの夏。お嫌いサマーに込められた中野さんの思いは、次の世代にしっかりと受け継がれています。